で、その横に1号機が止まってますね。全然外観が違いますよね。鳳凰マークね、これが取り付けられてる。スポークドーリンがやっぱかっこいいですね。はい、梅小路エリアやってきましたね。すごいね、やっぱりこんなに SL が並んでるってここしかないですからね。今日のスチーム号は C56、 かっこいいですね。 C62 の2号機が止まってる。今整備中なんかな。でも煙が出てますね。あのスチームドームのカバーが外れてるんで、あんまし見られへん光景かな。で、その横に1号機が止まってますね。 C62 のトップナンバーと2号機が並んどる。はい、デッキの上登ってきました。あ、すごー、すげー眺め。で、向こう塔寺も見えますね。 EF65 が動いてます。なんかやんのかな。で、こっちね、梅小路蒸気機関車庫。あれ、看板の横の11番線の煙突ね、あれ台風で飛んじゃってるんですよね、かわいそうに。で、今外に止まってんのは C61 の2号機とデゴイチの1号機。どっちもデゴイチのボイラーを使った機関車ですけど、全然外観が違いますよね。1号機は1字型のナメクジタイプね。1号機もなかなか上から見れないんで、結構資料になりそう。あ、淡水車には石炭あんなに積まれてんのやね。多分現役当時は重油タンクが乗ってたと思うんですけど、これも結構貴重じゃないですか。で、 C61 ね、これも結構動いてないと思うけど。こんばんは、しげもんです。京都鉄道博物館に来てるんですけど、いつも通り梅小路エリアばっかり見てます。 C51 の239号機がお召し仕様になって展示されているということで、今日はそれを寄って見てみます。では行きましょう。梅小路線形庫ね、でかいよね、ここね。20番にいつも入ってた C51 が今18番に入ってますね。20番には C59 が入ってる。 C59 もかっこいいんですけど、今日は C51。 おお、めちゃくちゃピカピカになってますよね。これかっこいい。ナンバーもピカピカで、演出扉のハンドルも豪華になってる。これ前からかな。で、前面こんな感じ、連結器で、ここも磨き出されてますよね。で、こう菊の御紋ヘッドマークで、お召し列車の菊の御紋は16枚らしいですね。花びらがこれ16枚ある。はい、では公式側から見ていこう。まあ、お顔もかっこいいんですけど、この鳳凰マークね、これが取り付けられてる。ピカピカですね。うん、で、側面ランボードは白が入ってる。仙台車は側面銀が入ってるのかな。うん、で、これシリンダー。確か C51 が梅小路に来た際は生体保存前提なんで、ボイラーの中まではちゃんと残ってないはずなんですよね。クロスヘッドね、あ、かっこいい。ちゃんと239号機の刻印が入ってる。いいですね。で、このスポークドーリンがやっぱかっこいいですね。伸び伸びしてる感じが。こうですよ。で、生体保存ですけど、一応動かすことはできると。なんか機関車で引っ張って位置を変えたりすることができるようにちゃんと整備されてるんですよね。で、このランボードの上にはお召し機ということで手すりがついてますね。うん、重台車部分こんな感じですね。キャブも綺麗になってますね。金で磨かれてる。メーカーズプレート、いいね。油の匂いがすごいする。まあ、こういうとこもかなり酔って見れるんで、こうね、こんな眺めで普通見れないですからね。梅小路すごいですよね、やっぱ。これもここでジャンプしたら思い切り頭もつけるね。にしてもこの鳳凰マークはかっこいいね。で、前を通らせてもらって反対側見ましょう。こっちのデフにも鳳凰マークがついてる。こうです。ちゃんと昔のまんま残ってるんですよね。すごい。うわ、これかっこいいね。うん、この
主連棒がこの角度で止まってる、ここのクランク部分、これが好きなんですよ ね、かっこいいですね。で反対側の加湿部分ね、こんな感じ、すごい、こんなとこまで見れるんですよ。はい、 C51 ね、かっこいいですよね。テンダーがあってでね、お召し仕様になる前の給水温め機はここに乗ってるんですよね。乗ったままだいぶ埃かぶってますけどね。じゃあキャブに入ろう。いいね、お邪魔します。おお、やっぱ SL の匂いしますよね。ここがキャブの中ね、圧力計、口真っ暗ですけどね、給水バルブ、汽笛ね、ごちゃごちゃしてるね。何の機器かよう分からんけどメカメカしくてかっこいいね。あ、すごっ、結構動く状態で残ってますよね。で、炭水車、散水管、全部蒸気の力で動かしてたっていうのがすごいですよね。クリクリ、あ、これがあれか、加減弁、いいですね。だいぶ初期の機関車なんで最近の機関車と作りが違う部分もあるんですよね、知らんけど。で、お、なんか日付が書いてる、ほんでヒュッと、で反対側こうですね。屋根の上も、まあ、ほこりはかぶってますけど綺麗に残ってますよね。こういうところはあれか、真鍮体なんかな。材質は何やろこれ、ちょっと上に登ってみよう。ここに登ることで線形湖の中を見下ろせるんですけど、すごい、今そんなに人がいないんでほぼほぼ貸し切り。うわ、こっちも見たいですけどね。これデゴニのボイラー、太いね、デゴニ。そしてこっち C51 ね、これキャブ上で加湿の上の部分、安全弁とかすごい、汽笛で、ドームね、すごい。この角度で見れるのはもうここだけですからね、 C51。 ほんじゃ次淡水車見てみよう。よいしょ、淡水車も割と最近塗り替えられたんか知らんけどめっちゃ綺麗。こうね、台車も銀で出てるんですね、リベットがすごいね。でテンダー背面、赤ナンバーになってますね。テンダーの形式のプレートナンバー、この機関車はお召し列車をちゃんと引っ張ってたんですよね、お召し列車の専用指定機として104回使用された。すごいね、連結機で後ろにははしごがついてて手すりがありますね。こっちの台車もこんな感じ、これあれか、 ATS 車上士映ってるかな、ちょっとこの階段がある関係でこっちまで見れないですけど、でも頑張ればこうやって見れる。はい、ちなみに今までお召し仕様になってた C58 はどうなってるのか見てみよう。これ昔山口号としても活躍してた C58、 これもね蒸気機関車間の頃からなぜかお召し仕様になってたんですよね。でデフレクターを見てみると、は、
ホーマークがない。C58 のホーマークを外して C51 に持ってったみたいですね。肩が残ってるの分かるかな。ボルトっぽい跡も残ってるけど、あ、ヘッドマーク外されてる、うん、外されてやる。でも遠視扉のハンドルは若干お召し感が残ってると。ランボードの上の手すりも残ってるんで、ちょっと謎仕様になりましたね。でもこの機関車はお召し列車を引っ張ったことないのにお召し仕様になってたんで、まあ、それもちょっと謎やったんですけど、より謎仕様になった。まあ、でもこれはこれでかっこいいけどね。反対側のデフも、あ、なくなってる。これね。でもあれなんやね。そんなにお召しセットもいっぱいあるわけじゃないから、外して取り付けるっていう運用になるんかな。面白いですね。あとはあの肺炎のフード部分ね。これ台風で潰されたんですよね。でもちゃんと機関車が止まってるのと、下にコーンが置いてあるんで、お客さんに何かが起きるってことはなさそう。ちゃんと安全。はい、ちなみにこの C51 の隣の隣の C59 ね、これも旅客用機関車ですけど、この機関車の第一動輪はこれ C62 の動輪なんですよね。これ C62-49号機の動輪、これが C59 に使われてると、うん、49号機ってラストナンバーですよね。ラストナンバーの動輪がここにあるっていうことでね、結構見どころありますよね。はい、というわけで今回は C51 のお召し仕様、これぐるっと見てみたよという話でした。かっこいいね。いつまでこの仕様になってるのかわからないですけど、梅小路来られた際はぜひ見てみてください。それではさよなら。線形庫をちょっとね見ていこうかなと思って、中はこんな感じ。線形庫の裏側ね。